どうすんだよ、本当に。もうマジないわ、もうやってらんねん。なあ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 、おっちゃんも聞いてくれよ。主役はおろか、台本すら決まってねえんだって。どう思うこれ。こんなことならこの仕事受けんじゃなかった。俺もよ、昔はキラキラ輝いたアイドルとかやってた時期もあったんだよまあ年齢のせいにしてたけどよ。まあ自分が原因だって分かってんだよ、落ちぼれたのは。それでもよ、うちの社長懲りもせずにこうやってちゃんと仕事拾ってきてよ。うちの事務所今ごたってて、まあ、金ねえんだよな。だから俺はな、どうしても主役になんないといけねえんだよ。まあオンツーのそんな感じだけど、舞台とかみんなで作るとかするんでしょう。おっちゃん聞いてんの。君は何のために舞台をしているんだい。また聞いてねえじゃん。だから事務所のために金がいるんだ。お金のためかい。だからそうだって。じゃねえとやんねえよ、こんな集団で行動するような舞台の仕事は。舞台は嫌いかい。どうだろう。あ、昔は好きだったよ。アイドルやってた頃はさ、前を向けば大勢のファンがいいんだよ。スポットライト浴びてさまたあの頃に戻れたらなって、まあ少しは思うけどな。その頃と今とでは何が違いますか。何がって、状況が全く違え。金ねえし、ファンいねえし。では当時は何が一番嬉しかったんでしょうか。一番ね、スタッフと一緒に作ったものを見てファンのみんなが一喜一憂してくれんだよ。一緒に喜んでくれたり泣いたりしてよそうやってなんかみんなで作ったもんでなんかファンの心を動かせたんだなとか思うと、もうそれが一番嬉しかったとかかな。新しい仲間ともう一度やればいいんじゃないですか。あ、今からでも遅くはないと思いますよ。ほぼ素人の集まりじゃん。ファンも見えし、金ねえおう、何一人で黄昏てんのよ、平等院。タバコだよ、タバコ。あ、タバコね。二人はどうしたの。あ、山田ちゃんがさ、どうしても俺と一緒にいたいって言うんだよ。俺その気持ちにどう答えたらいいのか。なんばいい夫ですか。僕そげなこと何も言っとらんやろ何、二人ともまた飲みに行くの。おう、好きだね、本当によし、今日は俺も付き合うわ。え、本当ですか、うん、珍しい。信仰も深まるってやつだよおめえ気持ち悪いな。うっせえよ、何でも荷物取ってくるから。ちょっと待ってね。はい、はい、え、平等院さんどうしたんですかね。ニヤニヤしてたなあいつ。い、頭でも打ったんじゃないですかね。妙に張り切ってる様子だったしさ。おい、あいつもしかして主役って連絡来たんじゃねえか。いやいや、それは困ります。山田ちゃんさ、やっぱりお前も賞金金目当てなんだろ。主役欲しいんだろ。あ、まあそりゃお金は大事ですけど、田辺さんも生活がかかってますもんね。まあな、1000万もらえりゃ借金返してもお釣りが来るからな。そうなりゃハワイで豪遊だ。ちょっと待ってください。え、田辺さん借金あったんですか。ああ、ちょっとだけだよ、ちょっとだけ。ちょっとだけって。ああ、まあ芝居ばっかりしてるとさ、やっぱりあんまり仕事とかできないだろう。まあ、夢追っかけてるときはこうやって飯を食えねえ時期ってのがあんだよ。まあ、でもな、それも今回で終わりだ。俺な、今度の芝居で最後って決めてんだ。じゃあもし主役になったらお芝居やめちゃうんですか。
もう潮時なんだよ。40過ぎてさ、エキストラばっかりやってるおっさん、どこの監督が使ってくれるよ。まあ俺もさ、そろそろ現実ってやつを見ねえとな。そんなもんですか。やっぱりお芝居で食べていくことは難しいことなんですね。山田ちゃんもさ、見切りつけるんなら早めに見切りつけた方がいいぞ。長くやってるとな、やめ時ってのが分かんなくなってくんだよ。引くに引けないってこといろいろあんだよ。君たちは何のためにお芝居をしているんだ。え、お金のためかい、生活のためかい。いや、僕は生活のためですけど、それが何か悪いんですか。田辺さん、いくら芝居が好きって言ってもそれだけじゃどうしようもないことだってあるでしょうが。拘束時間は長いのにギャラは出ないわ、顔は出ないわ。普通のサラリーマンでもしようもんなら急なオファーには対応できずに干されるだけだ。バイトで食いつなぐって言ってもさ、たまんのは金じゃなくてストレスだけなんだよ。好きなことを仕事にって言えばさ、そりゃ聞こえはいい、聞こえはいいけどさ、食ってきなきゃさ、意味がないでしょうが。じゃあどうして今も続けているんだい。それはお待たせ、あるんだよ、いろいろ。行かないの。何、あ、どうした。ああ、なんでもねえ、なんでもねえ。よし、行きましょう。なあ、ね、あ、行こうぜ。あっちにあるんですよ、すごく美味しいお店なんですよ。お疲れ様です。岩本です。ああ、お疲れ様。あの子たち、どうでしたか？とても面白い子たちだね。みんないい目をしている。そうですか。それは良かったです。大丈夫そうですか？あとは、あの子たち次第だね。そうですね。それではこれで。岩本でした。